さんの中でも、その生きている生物のうちですね、やはりいろんなところの博物館からですね、恐竜の捕獲標本をお借りしています。まるで蝶々のようですが、これもトンボです。なしがないます。その他に比べて、どんな時間だろうか。いろんな香川県だけの特別な昆虫を見ることができたので、とても感動しました。